はい、皆さんこんにちは、ピザでございます。横綱物語で、ね、続きやってまいりましょう。1468回目、九州場所のね、本場所後半戦でございます。まずは9日目、堀川さんは同門対決、猪熊さんと全勝中の一条さんは大関太刀風さん、ここは同門対決でしたね。猪熊さんもう3敗しております。で、大宮さん今日は越の花さん、デビズさんと下田忠理さんの同門対決、大人移動しで、中田忠理さんは油の浩二さんとですね。油の浩二さんは何敗だっけ、まだ負けてないんだっけ。そうですよね、全勝同士で9日目当たります。2勝6敗同士ですね、大宮さんは越の花さんと、松山さん8連勝決めております。今日は3勝5敗の小花沢さん、黒門さんは塩風さん、塩風さんも3勝5敗、そして8連勝同士の同門対決、横綱油の浩二さんと大関中田忠さん。さあ、ここは油の浩二さん突きがありました。中田忠さんすぐに押し返してケタグリー、ここは大関の勝ち。堀川さん勝ち越しをかけての一番、猪熊さん現在5勝3敗苦しんでおります。同門対決、先に仕掛けたのは猪熊さん、しかしすぐに1個寄られました。ここで寄り返します。真ん中も通して再び横綱の寄り、今度は猪熊さん押し返す一進退。さあ押し合いになった、ここも一進退、そして再び回しを取って堀川さん寄りが1つ、連チャンで入らない2人、今度は突きに行った横綱、ここで2つ入る、寄りも入った、土俵際一歩手前で止まる、まわしを取った。さあ、ここで一気に追い込んだのは横綱、まわしを取ったまま寄り倒し、堀川さん勝ち越し8勝1敗猪熊さんなんと4敗目となりました。こちらは不調同士、5勝3敗同士、下田忠理さんとデミさん、デミさん調子自体はいいんですけども、やっぱりちょっとパラの壁か。さあ、ここはいい、3つ入った、突きも入った、一気に追い込む、そして押し出し、勝ったのは大関。一条さんは6勝2敗、大関太刀風さんと先手回しを取ったのは大関、寄りが1つ入る、ここで回しを取り直して一条さんが寄り、そして押し入る、ここで止まった、回しを持ってさあ真ん中戻した太刀風さん、しかしすぐさま横綱突き返す、なかなか横綱マシが取れません。真ん中戻してここで差し替わったところで巻き返しを食らう、さあ横綱下手出しだけ決めた、9連勝。他は寺原さん、とったりや勝樹さんで、松山さん9連勝、2勝6敗同士は大宮さんに軍配。9日目終了、全勝キープしたのは一条さん、中田千里さん、黒本さん、松山さんの4名です。では10日目いきましょう。堀川さん今日は勝樹さんと一条さんと黒本さん全勝同士の一番、猪熊さんは悠久寺さんと、大宮さんは今日は小花沢さんと、下田忠理さんと松山さん同門対決、大宮さんとオバナザーさん3勝6敗同士、そしてデミーズさんは4勝5敗の前頭人若しぐれさん、猪熊さんは4勝5敗前頭3枚目結城富士さんと、
中田千里さんは7勝2敗、今場所好調、鬼比叡さん。8勝1敗同士になりました、アブラン浩二さんは関脇、デロンハーさんとの一番。おー、こらえた。さあ、デロンハーさんが回しを取って、まず寄りました。横綱押し返す上手投げ、これはこらえる。そして差し勝ったところで絞り込み、マッシュを取って寄りに入った。立ち位置が入らない。どうしても残った。さあここで次、投票際一歩手前から下手投げ、横綱勝ちました。堀川さんは7勝2敗、関脇暁さん。ここは一気に追い込んで突き出します、堀川さんの勝ち。そして同門対決、5勝4敗の下田千里さんと全勝中の松山さん。堀川さんじゃないね、下田千里さんやね。送り出しこらえた、ケタブリもこらえる、突き出し、ここは力で押し切りました。横綱9連勝同士の一番、10日目結びの一番は一条さんと黒門さんの同門対決。先手回しを取ったの黒門さん、そして押しも入る。さあ一気に行くのか、一気に追い込んだ。土俵際の下手投げはこらえて、ここで送り出しこらえて、さあ回しを取っているのは黒門さん、押し出し、黒門さん勝ちました。皆さんは4勝目か。はい、10日目終了しました。全勝をキープしたのは中田千里さんと黒門さん、9勝1敗で3人の横綱と松山さん。テルノハさんが8勝2敗勝ち越し。小結び勢はだいぶちょっと苦しんでますね。重量です。トップはライコさんの9勝1敗、それを8勝2敗の5名が追いかける状態ですね。では11日目、堀川さんと松山千さん1敗同士、一条さんは照ノ花さんと、ここで9連勝同士で同門対決を11日目に組んできました。大宮さんは3勝7敗の塩風さんと、勝てば5勝目、デミさん勝ち越しをかけての一番、4勝6敗ゆうきゅうじさんとの対決です。さあ先手場所を取った、まずはより残った、そして再びマシを取って、もう一つよりそのままついて追い込みました。土俵際の下手投げこらえて、ケタクリもこらえた。ゆきさん粘る、ここで一つ返しました。デミさんマシが取れない。さあここでマシを取って、寄り切り、デミさん勝ち越し、8勝3敗。猪熊さんは4勝6敗の若しぐれさん、こちらはパスします。そして全勝同士の同門対決、中田千里さんと黒門さん。さあここは押しに入った黒門さん、中田千里さん突き返す、黒門さんの押し、中田千里さんの突き、そして回しを取って寄りに入った大関。
わあ、黒門さんが行くに行く、一気に追い込んだ。そのまま、いや、土俵際粘る。大関粘ります。もう一回押し込みます。送り出し失敗。マシを持ってるのは大関。送り出し2回目失敗して、押し出し。黒門さん大関も倒しました。そして油の小石さんは7勝3敗関脇赤月さんと。押し合いで止まりました。油の小石さんの突き、土俵際一歩手前、追い込めるか。さあついて一気に追い込む。そして突き出し、横綱勝ちました。赤月さん4敗目9勝1敗同士の同門対決、堀川さんと松山さん。さあ押っつけて一気に追い込んで突き出し、ここは横綱の勝ち。松山さん2敗目6勝4敗同士ですね。下田知事さんは影朗さんと、こちらはパスして結びの一番。一条さんは8勝2敗関脇照ノ原さんと。さあまだ1敗で後半戦いけば分かりません。ここはまず横綱突きに出ました。そして回しを取っている。よりちょこらえた。そして一条さんのターン、押しが2つ一気に追い込む。そのまま押し出しました。一条さんの勝ち。はい、あ、鬼平さん、立ち風さんは破ることできませんでしたね。大宮さんは5勝目かな、これで。11日目終了。全勝同士の一番制したのは黒門さん、10勝1敗が4名という状態ですね。はい、それでは12日目、堀川さんと照ノ原さん、一条さんは松山さんと、猪熊さんは鬼平さん、中井さんと赤月さん、黒門さんとアブランコイさんですね。大宮さんは2勝9敗の琴千鳥さん、勝てば6勝6敗タイに戻ります。デミーズさんは6勝5敗のカゲロさん、まあまあね、勝ち先行ですね。そして7勝4敗同士のクマさんは鬼平さんと、勝ち越しをかけての両者。さあここは一気により3つで追い込んで寄り切り、のクマさん勝ち越し8勝4敗。中田中里さんは4勝7敗の結城富士さん、そして油の小石さんが現在10勝1敗全勝中の黒門さんを止めれるか、同門対決。さあ先手、ここは黒門さん寄りに入ります。寄り2つ一気に行くのか、ついて追い込んでストレート勝ち。黒門さん12連勝。そして堀川さんは8勝3敗関脇照ノ原さんと。追い込んでからの突き出し、ここは堀川さん勝ちました。1敗を守ります。7勝4敗同士となりました。下田千里さんは赤月さんと、
ここは突き出します。勝ち越しました。8勝4敗。一条さんが10勝1敗、松山さん9勝2敗の同門対決は10日目結びの一番。上手出し投げ土俵際、松山さん勝ちました。一応さん2敗目。さあ大宮さんは勝ちましたね。これで6勝6敗のタイに戻しております。10日目終了。全勝黒門さん1敗で追いかける堀川さんと中立ちうりさんで、10勝2敗が3名という状態。暁さん、ゲイブンアさん7勝5敗、南西龍さんと大宮さんが6勝6敗ですね。で、重量は10勝2敗が4名でトップという状態でございます。それでは13日目、上同士の戦い。その前に堀川さんが黒門さんと当たっておりませんでした。一条さんと暁さん、さあ今日は組み替えてきましたね。テルノハさん、そしてアブラムコイさんが下田チューリさんですね。はい、大宮さんは3勝9敗の大憲法さんで、松山さんは8勝4敗関脇同士の一番テルノハさんと。松山さんがテルノハさんに敗れるとね、だいぶ、あー、ここはでも一気に寄ってきた。そのまま、いや猫だましだけど、まわしを持たれている。寄り切ります。ここは敗れました。猪熊さんは9勝3敗大関立ち風さんと。外掛け足技決めました。こちら同門対決、11勝1敗の中田中さんと9勝3敗のデミツさん。落とし、出水さん勝ち、中田中さん痛い2敗目。さあここで、黒門さんが勝てば優勝が決まります。堀川さん対黒門さん。さあ先に寄ったのは黒門さん。垂れ強い押しも入る。さあここで堀川さんが一つ下がらせます。真ん中に戻せるか。ついて真ん中に戻します。堀川さんの突き、送り出し、黒門さんここで優勝決めました。下田千里さんが8勝4敗、油小路さん10勝2敗の横綱同士の同門対決は、これは瞬殺。アブラムコジさん結びの一番。一条さんは7勝5敗の暁さん。さあ勝てば、暁さん敗れればピンチ。さあここはまず横綱よりと突き、そして一気に追い込む土俵際の食い出し、これはこらえた。回しを持ってより下がらない。さあここで押し返した。
突き出します。一条さん勝ちました。赤月さん6敗目。クロモンさん敗れそうでしたけど見事な送り出しで優勝を決めております。13日目終了。いっぱいで追いかける力士がいなくなりましたね。さあこれで、14日目堀川さんと下田中尉さんも横綱は4人とも優勝の可能性がなくなってしまいました。あとはクロモンさん全勝優勝を決めるかどうかというねおりますけども、さ今日はどうやら赤月さんと当たるのかな。クロモンさん、あ松山さんですね。テルマーさんと赤月さんか。だからテルマーさんに赤月さん敗れるとピンチでなんですよね。はい、それでは行きましょう。14日目大宮さん勝ち越しをかけての1番3勝10敗荒日高さんと、ここはストレート勝ちで勝ち越しました。8勝6敗松山さんが10勝3敗黒門さん13連勝の同門対決。あそこまだ完全には決まってないんだよね。黒門さんが2連敗する可能性あるからね。もう完全に決まったような言い方してしまいましたけど、ここは送り出し松山さん勝った。さあそして、9勝4敗猪熊さんと10勝3敗デミツさん。ここは両者突きの応酬で突き落とし、デミさん決めました。中田千里さんは九州4敗大関立ち風さんと、さあここは手が出ません。ようやく突きが入りました。一つ下がらせる立川さんより2つ。さあここで逆転か。あ3つ入った。中田中さん手が出ない。ようやくここで再び突き、そしてまわしを持ってより真ん中に戻す。そのまま進めません。押しが入らない。あ押しが入った。そして突き、さあ一気に下がらせます。土俵際まで行きました。寄った。そしてそのまま、いや突き出し、これはこらえた。投票ギアのような上手投げ、これも何度かかわしつつも、いよりが1個も入って戻ります。マーション持ってるのは立ち方さん、必死でよりをこらえるが、また1つ下がる。真ん中に戻った。ここでようやくマーションを取り直しました。中田樹里さん今日は粘っこい立ち方さん。さあ再び立ち風さんがリードを奪うか。いやここですぐに戻す。しかし回しを捉える。またここで一気にぐんぐん進んでいく。再び土俵際一歩手前まで追い詰めますが、ここで差し勝った。さあ再びより追い込みます。粘るよ。ケタグリ、最後はケタグリだった。下田樹里さん8勝5敗、堀川さん11勝2敗の同門対決。横綱同士、下田樹里さんもなんとか勝ち越しました。今場所中不調でしたけど、ここは下手出し投げ、堀川さんの勝ち。結びの一番は11勝2敗同士、一条さんと油の小石さん。ここは一気についていく。月の一条さん、そして押しの油の小さん戻した。しかし再び、いやここで押しが勝る。一条さん手が出なくなった。
さあ、今度は一条さんの推し。アブランコイさんの推しが冴える。再び一条さんがリードを奪います。ここは二つ入った。追い込んだのは一条さん。土俵際粘ります。アブランコイさんもう一回行く。そして最後は突き出し。アブランコイさん敗れました。一条さんの勝ち。赤月さんが勝ち越しました。テルマハさん押し出された。はい、14日目終了しました。クロモンさん敗れて13勝1敗。明日はテルマハさんとになるのかな、これはね。だからまた敗れれば分かんないんですよね。で、12勝のメンバーが残ってますんでね、ちょっと私早とちりしておりましたけどね。三役以上は一応全員勝ち越しました。立ち錦さん5勝9敗で負け越し。下で頑張っているのは霧風さん、7勝7敗はしょめだけさん、2勝3、上ではヒエンさんね、影野さんも7勝7敗。さあ、十両今場所星が割れております。なんとか抜け出したのは遊郭さん、12勝2敗です。では千秋楽、堀川さんとアブランコさん、一条さんと下田千里さん、井の熊さんは中田千里さんと今場所かなり真ん中です。大連敗して苦戦しております。デミズさんは苦手、立ち風さん、テルナナさん、勝てばそのままその時点で優勝が決まる状態でもあります。大宮さんは5勝9敗戸越嵐さん、なんとか勝ち越しましたね、危なかったね。そして松山さんは8勝6敗赤月さんと力でいけばそのまま負ける。なんとかかわせるか。あ、月が全然下がらない。さあ、ついていく赤月はすかさず押しに入ります。さあ、ここで寄って追い込んだのは赤月さん。土俵際苦しい松山さん。さあ、なんとか突き返して一つは戻す。もう一回寄ってくる。押し出し。ここは力負け。クロモンさんは9勝5敗テロナナさんと勝てばそのまま優勝が決まります。負ければ大混戦になります。下手したらね、巴瀬も食われないかもしれないというね、悲劇になるかもしれませんけど、ここは切り返した。クロモンさん自ら優勝を決めます。14勝1敗で終了。そしてデミズさんは9勝5敗立ち風さんと。さあ、粘っこい立ち風さんに手が出ません。デミーさん、あ、追い込まれた。あ、このまま寄り切られてしまいます。そして中田千里さんと井の熊さんですね。中田千里さん12勝2敗井の熊さん現在9勝5敗です。ここは一気に追い込んだ。しかしなんとか押し返して、押し2つ返す。真ん中まで戻すとまではいきませんでしたけど、最後はケタグリ中田千里さんの勝ち。13勝2敗で終了ですね。井の熊さんは2桁いかなかったのか。
さあ12勝2敗の堀川さんと11勝3敗アブランコイさん、アブランコイさん今場所頑張っております。ここはついていく堀川さん、なんとか土俵際まで追い詰めたいところ。アブランコイさんも必死で戻します。さあまた寄ってきた、そして押して追い込んだのは堀川さん、土俵際けたくり決まった、アブランコイさん逆転勝ち。そして、九州場所結びの一番は12勝2敗の1勝3と8勝6敗下田中尉さん。下田中尉さん今場所絶不調、一桁勝ち越しで終わってしまいます。一条さんは勝てば13勝2敗で終了。下田中尉さんは勝っても9勝6敗。さあここは真ん中に戻して一気に突きが入る、まだ場所を持っている。さあじわじわ攻めようなし下田中尉さん、土俵際一歩手前、一条さんまた手が出ない、追い込まれたのは一条さん、土俵際押し出し、下田中尉さん9勝6敗、一条さん12勝3敗で終わりました。九州場所終了でございます。上からいきましょう。一穂さん12勝3敗、下田中尉さん9勝6敗、堀川さん12勝3敗、アブランコイさんも12勝3敗、中田中尉さん13勝2敗、猪熊さん9勝6敗、デミさん11勝4敗、黒本さん14勝1敗で優勝、松山さん11勝4敗で大宮さん9勝6敗という結果ですね。で鬼平さんとね竹野富士さんが10勝5敗でね、2桁勝ち越しを決めてますね。ただし三役は今場所7勝7敗のメンバーみんな負けてしまってますね。で十両は遊郭さんが逆転優勝13勝2敗で、勝真田さん、安保桜さん12勝3敗という状態ですね。はい、優勝黒門さん、技能賞二平さん、主君関東も黒門さんという3勝でした。シリュウさんね、引退されました。さあ新しい年度に入ります。その前によいしょ、まずは親方能力ね。おお、久々に初年度最初で10が全部揃いました。はい、部屋記録は、4321変わらずやね。さあ気になるのはクロモさんは2回目か、あ3回目だよね。3回目の優勝ですけどなかなか上が詰まってて番付が上がりません。で、おお、アブランコイさんが東のね、筆頭になってますね。で、勝ち越した竹野内さんと鬼平さんが前頭の筆頭で誰が来た？あれ誰が来たんだ？東橋さんかな？多分そうね。うん、3人目のちょっと目玉がね、小笠さんなんか来られたら えらいことになるんやけどね。もう野望が完全にねついえてしまうような状態になりますけどね。はい、というわけで、次何年度、90年度、87年、まだ別に切磋琢磨やね。
はい、ということで次回から87年度目に入ります。またねもうちょっと続きますけどね、お付き合いいただきたいと思います。これね野望が強いからまた1からね立て直しになっちゃうんですよね。それも困るんやけどね。はい、ということでまた次回です。ありがとうございました。さよなら。